たちに、まあ、考えてもらいたいのは、自分が当てたい、まあ、攻撃したいとかあるんですけども、最大相手の武器をもらわないことが重要なので、一番最初に考えるのが相手のことなんですね。この人が何の武器で何が当てたいかと思ったら、広さんこの考えた時に右ストレートですね。この右ストレートは絶対に、100% で当たらない位置に、こう、立ち位置を持ってください。そこから自分の戦い方を考えていく。このパンチを頭で想像してバーンと打ってくる。一回この映像を頭に叩いてみてください。またこれね、こうスコープで、ね、自分がそこからこう狙われてるっていうイメージです。狙わしていて、まあ、そこをこう外しながら攻撃するっていうのがまずメインです。おだからこのまあ普通に相手の最大の利き手の方にが最大限もらわない位置に、例えば右ローだったら、まあ、ここでバーンって持ってかれるんで、それよりもちょっと外側に立ってると蹴りが多分浅く入るんで、はい、右ストレートもちょっとそれればもらわないっていう位置をしっかりと持ってます。これはあんまりこっちこっちに行くと完全にゴーンともらってバーチンってこう追撃されるんで、まずこれが基本です。タッチしたし、でそこから今蹴りのキャッチに入るんですけど、蹴りをつけていきます。はい、蹴ってくるときに外側で結構ね受ける人多いんですけど、蹴ってきたときに内側で受ける癖つけていきます。こっちです。考えこっちです。こっちかで受けるんです。こうして、そうするとこうキャッチがしやすいので、こっちかでキャッチしだすとバーンってもらうと、こっからパンチとかなかなかこうだったりとか、一回も食らわないとキャッチできなかったりするので、そうじゃなくてこっちか、対角線こっちかで受けるんですけど、こっちで、そうするとこれが結構ね深く入ってこないんで、意外にそんな効かないでしょ。構えながらこっからでこう返します。振り方としてオーソドックスなのはピンセットください。普通に習ってるのはこうやって蹴って蹴られたのを腰から腰を上げましたね。じゃなくて今からやってもらうのはこのままパンチ持ってる。これやってください。まずはこう対角線で受ける。この前半の縦肘打つみたいな感じで受ける。で、朝日で必ずこう腰をひねんないと、こうじゃん。ここまでひねんないと。でも僕までひねるってことはこっちの手が生きるんで。おお、疲れたもんでも。受けてキャッチしたら距離を取ります。普通に蹴られてこうやってキャッチする。これあんまりこちら側に有効はないんですよね。パンチを打たれたりとか組みつかれたりとかするんで。でこのまま、まあ、バーンってそっと投げてしまえばいいんだけど、このキャッチされるので慣れてる人はこうやってキャッチしてももうどんどん来られるんで、うん、なのでキャッチしたらこの一歩下がる、大きくこういうことはしっかりやる。おお、今の内側で受ける練習します。はい、そうです。はい、そうです。